ルカートは、フランス、奥下にー地域圏、オード圏のコミューン。コミューンの名は、ギリシャ語で白を意味する、ルコスに由来する。コルビエール地方に属する、リオン湾の奥にある海辺のリゾート地である。ナルボンヌとペルピニャンの間に広がる、コルビエールマリティーム地方にも含まれる。王室直轄の軍事の要所であり、スペイン辺境を防衛する地であった。 ルカートは1590年に重要な役割を果たし、1637年にはスペイン側に勝利を収めている。ルカートの城は1664年に壊された。ルカート知事夫人、フランソワーズド・セゼリは1590年の包囲戦における英雄で街の広場に像が建てられている。スペイン侵攻時に夫は不在だったが躊躇することなく、スペイン軍と対峙した。 第二次世界大戦中、ルカートは1942年終わりから1944年8月までドイツ軍に占領され、地中海の壁の一部である防御設備を作った。そこはドイツ国防軍の第272不評手団の中東地だった。ルカート住民は1944年の1月に町から避難し、ルカートプラージュ地区のすべての住宅は、 着陸可能な場所の防衛を容易にするために削られた。1944年4月27日、イギリス空軍のハンドレッページハリファックス爆撃機が、フランスのレジスタンスのため物資を、オード川谷高地に運んでいたところ、ルカートに設置されていたドイツの高射砲で攻撃された。7名の要員が死亡した。1962年から1963年、 ルカートに車上を設ける研究が行われた。アルジェリア独立後の1967年に特殊装置共同試験センターが閉鎖されたためだった。フランスは解決を模索したが、継続されないままになっている。ルカートの伝統的な言語は、オック語のラングドック方言である。さらに南のルバルカレスやサンローランド・ラ・サラでは、カタルーニャ語が話されるため、ルカートは、 言語の境界線である。参照元、カシニー、INSEE。ありがとうございます。